聖ニコラス協会の側面で、緑色の上の屋根と中ほどの屋根の間にある、いくつかの高窓、いくつかの肥料で補強されている。モンレアーレにあるバシーカ風の大聖堂の高窓は、モザイクで飾られている。高窓、またはクリアストーリーとは、建築上で壁の上部に最高または通気のために置く窓のとこである。歴史的には、 ローマ時代のバシリカの壁側の2階、またはロマネスク建築、またはゴチック建築の境界道で振動の壁側の側廊の壁の高い部分に置くいくつかの窓を指している。高窓は鉄道車両及び自動車などの交通車両の側面にも置かれることもある。機能的に日本建築の欄間に似ているところがある。西洋建築における高窓は、 古代エジプトの寺院に起源があると見られている。少なくともアマルナ時代には高窓がすでに現れている。クレタ島のミノア文明のクノッソス宮殿にも高窓があり、その最高効果は光の井戸で補強されている。聖書の記述によるとソロモン号が建てた寺院にも高窓が使われたという。古代イギリシャの建築にも高窓は使われてきた。 それを受け継いだ古代ローマ人も高窓をバシリカに応用して、また、それをバシリカに似た、浴場建築、宮殿建築にも使っている。初期キリスト教の教会堂及びいくつかの、ビサンチン建築の教会堂は、特に、イタリアでは、ローマ時代のバシリカ建築様式になっていて、新郎の両脇に側廊があり、その壁の上に高窓があり、新郎と直角に袖廊も加えて、 教会の平面図がラテン十字に見えるようにしている。ロマネスク建築では、ローマ時代のバシリカ様式を発展させている。この時代の建築で現存する最古の教会は、ドイツのアウグスブルグ大聖堂である。ロマネスク建築後に、ゴチック建築では、高窓がさらに高く大きくなっていて、フランスのアミアンのノートルダム大聖堂、イギリスのウェストミンスター寺院に、 それを見ることができる。近代における高窓の応用は、プライバシーを確保しながら、最高と通風を目的とした壁面の高い窓として、工場などで使われている。現代では、最高と通風の目的だけでなく、省エネルギー住宅の目的で応用されている。高窓の概念は、日本建築でも、ンマなどに使われている。鉄道関係では、 アメリカのプルマン社が製造した旅客車両に高窓が使われていて、イギリスへも輸入されて、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道の前身であるミッドランド鉄道の工場で組み立てられて、1874日運転が行われている。ロンドン地下鉄の旧型車両には高窓があり、最後に運行されたのは1971年である。自動車関係では、 2階建てバスにも高窓は使われて、最高のためだけでなく、換気を良くして、さらに乗客が歩きやすいように、高さを確保している。フォルクスワーゲン車製造のタイプにミニバスでも高窓が、使われているモデルがある。1961から67年製造のサンバは、高窓が23個もあり、収集家の人気者になっている。ありがとうございます。